なんだってサラちゃん、サラちゃんが何か言ってたのでちょっと急遽カメラを回しました。今ちょうどねサラクボ格闘技教室を今3人でできて終わったところでね、サラちゃんが何か言いたいことあるんでしょ。言いたいことっていうか、何前なんかもし子供が男の子とかだったら自分のこと先生と呼ばせてスパルタで格闘技を教えてなんちゃらって言ってたし、でサラが怒ったの覚えてる。はい、怒ってましたね。でも今日で安心した。なんで？多分ね、トラウマで格闘技やらない子になると思う。トラウマ？なんでトラウマなの？久保ちゃんに教わると最初からもう熱烈に教わるから。サラちゃんマジ思った僕それ。遊びから入らないと楽しいって思わなくて、うん、ハマれない人は子供とか特に。だけど久保ちゃんはもうなんだろう、学校の先生みたいな、学校の先生って言っても楽しくないやつ、教頭先生みたいな感じでずっと話して、なんか大人に話すみたいな。ジムってなんかもう経験者に話すならすごいいいと思うんだけど。ですよね、ケンチさん、うん、サラちゃんが言ってる意味がよくわかんない。今日、一回じゃあ子供の話は置いちっとして、うん、今日若干ダメ出しのような感じになると、はい、総評としては、はい、まあ、久保優太さんは人に教えるのが好きなんだね、すごい。もうなんか自分のその久保ロジックを人に伝えるっていうのが好きで、格闘技塾とかはめちゃくちゃいいと思うんだよ。現役でトップの方でやってた僕でさえやっぱびっくりすることっていっぱいあるから、うん、こんなことこの人考えてたなって、そりゃ周りは勝てねえよなっていうのは思う。そういうびっくりはねすごいあるの。ただ久保優太さんは相手を見ない、はい、相手がどういう人かとかは見ないで、今日子供とか楽しみに来てるのにめちゃくちゃ雲ロジックを語ろうとしてて、で本当サラちゃん言ってたみたいな、その校長先生とか教頭先生の朝礼みたいな話だって。結構だから私が多分初心者であそこにもし初めて行った子だとしたら、口ポカンで開いてなんか長いなみたいな感じになる。多分子供がめちゃくちゃもう格闘技にハマって超好きでやるんだったらめちゃくちゃいい先生がいるからいいと思うんだけど、多分そこまでいかないよね。もう最初の段階で無理しちゃってなる。今日の子とかも何人がガチの選手を目指していて、またその話が分かるレベルにいったかって言ったらほとんどいなかったんじゃないかなって思うんですよね。みんなただ楽しくワイワイ憧れのサラクボにと一緒に遊びたいっていう子たちだったと思うんだけど、すごいクボロジックが入ってたからこれはポカンとしちゃうかなって思ったよ。だから途中ぐらいまで遊びゼロだった。なんかもう笑顔っていうかみんな真顔。じゃあ事件さん言ってくれて本当よかったね。軌道修正しないと多分サラクボ格闘技教室じゃなかったよ、サラクボ格闘技塾になってた。しかもアドバンスドコースアドバンスドコースがあるね。途中ケンジさんとサラはもう目を合わせてこれはやばいみたいな感じになってた。これ以上続いたら楽しいっていうのを超えちゃう。お宮の松さんがいい感じにほぐしておくですね。久保優太セミナーになってたから対象年齢が18歳以上かつプロ5000以上みたいな。相手小学校1年生いたから、うん、最低後楽園ホールとかで普通に試合やってるレベルの人でも理解できないような久保ロジックが結構入るから、みんな楽しくただサラクボとわちゃわちゃしたいって人たちだと思うからね。そうなると多分子供にもめっちゃ語るから、あ、そうそう、やめてくれってなると、いいよそれは僕はみたいな、あ、それ聞いた聞いたみたいな。そういうの聞いた聞いたって言われたら、いや聞いたっつってお前はできんのかっつって言いたくなっちゃう。できなくていいから頭でやるのと実際で頭に叩き込んでやるのと全然違うよって。やりたいって言ってないじゃん。いやそうなんだね。だから本当にその人の立場っていうか、その情報になってそれをなんかこう話すっていうかさ、ことがやっぱ苦手だから難しいよな。でも途中からああいうイベントとか企画とか、うん、楽しんでくれた、宮野松さんが和ませてくれたりとかあって、うん、よかった。久保優太さんが相手のニーズを考えられないのは今に始まったことじゃないもん。相手にこの系の知識と熱量があるっていう上で話すよね。なるほど、そこが私の悪いところだっていう。格闘技塾だったらいいと思うね。だって本当にそういう普通の選手から聞けない話を聞くわけであって、僕もだから毎回びっくりしてる。これ現役時代知りたかったわ。そして多分もうちょい勝てたの久保ロジックもうちょっと知ってれば、うん、ワンチャン武井君に勝てたわ。武井君は1回目は判定だったし、2回目はちょっと1ラウンドだったけど、ちょっと対抗できた。対抗できたな。
って思うぐらいの貴重な話というか情報は詰まってるよね。ただ今日いた子供とかは多分それは求めてないよね。求めてないっていうから分かんないと思うし難しいな。だからもう初心者 の何人かはやっぱついていけてなかった。しかもそこも見てあげなきゃいけないんだけど、やっぱ主に上級者の方を教えに行っちゃうかな。そうだよね、上級者の子たちに合わせちゃってか、まあ、それがジムになっちゃうから。だってさ、プロで十何年やっててさ、やっぱトップどころでずっとやってた僕でもびっくりするんだよね。絶対ついてる。確かに。ベイビーちゃんは多分そこの領域に行く前に心が折れる気がするやめてくれって。それでさあちゃんそれを見て安心したと。絶対ジュニアは格闘技やらなそう。多分やらないと思う。おじいちゃんが多分そうだったのかな。そうだ、いや本当そうだよ、これまさにそう。僕今でさえおじいちゃんもボケてきちゃったしさ、なんかすごい好きだけどさ、昔本当に小学生の僕とかにはやっぱ金の話とかをすごいするんだから。でゆうたさんはそれをやっぱ頭良かったんだろうね。そこを理解できてたなわけじゃん。理解できてたからいろいろなんか勉強して株のこと聞いたりとかしてたけど、たまにじゃあそういう理解できるタイプもいるって。いや、おじいちゃんの金融教育は僕はありがたかったよ。じゃあ2種類いるとして分けないとね。やっぱだって日本ってさ、そういう金融リテラシーも引きすぎて全く金融教育ってなさすぎるわけじゃん。そういうのをやっぱ小学生の頃から教えられてたっていうのは結構僕は今になってありがたいと思うけど、ちげさんは嫌だったんだ。あ、だって僕さ全然ちっちゃい頃はそんな記憶ないんだけど、うん、僕のその幼馴染の子とかに聞くと、ケンジは小学生の頃おじいちゃんのことを金の亡者って呼んでたそう思ってたんだろうね、うん、多分良かれと思ってそういうお金の勉強を教えてくれてるんだろうけど、子供からするとうわこの人お金のことしか考えてねえよ、金の亡者じゃんって思ってたんだろうね。じゃあこれは実数字ですね。だからでもさ、男の子でまだ良かったかもね。女の子だったらちょっとゆうたさん超嫌われてた危険性あるよ。落ち込んでるの。いやでもまあその今回はさ、サラクロ格闘技教室第1回目だからさ、まだまだこれから改善の余地あるなっていう。あるある。いい意味で課題が見つかったから、やっぱ楽しい中で学んでいく。そうだね、一番子供に合う。確かに。僕はなんかそのさ、ちょっとでも格闘技有益な情報をあげたいと思う。そう、保っちゃってなのかもしれない。それなんか本当上級者編だよ。おじいちゃんの金の教育と一緒だよね。Let's go。 まあ結果的にじゃあサラちゃんはこの前そのジュニアに格闘技をやらせるやらせないの話してたけど、まあ、予想的には、うん、多分逆に格闘技好きじゃなくなっちゃうんだろう。あ、やり方変えないと。いやー、久保的にはやっぱりさ、MMA においての久保ロジックを完成させるのは久保ジュニアだと思ったんだよな。自分のできなかったことをさ、まだできなかったか分かんないけど、自分のやりたいことを押し付けるのが一番いいよね。いや、だってすごい選手になるって。だってちっちゃい頃からレスリングやって、テコンドーやって、ムエタイやって、ボクシングやって、でもさ柔道やって。僕はやっぱりさ、ほらちっちゃい頃打撃ゲームだけだったじゃん。だからレスリングとかさ、あとまあ寝技だったりとかさ、ちっちゃい頃からやっぱりできなかったでしょ、やってこなかったわけじゃん。そういう意味ではその打撃に特化しすぎたっていう。やっぱオールラウンダーになるにはというか、結局そのバックボーンっていうのがあるわけじゃん。でももし本当に3歳とか2歳とかからやってたとしたら、バックボーンっていうのがなんていうの、全てなんだよ。だからストライカーとかグラップラーとかっていう枠ではなくて、もう究極のオールラウンダーになる。それやっちゃうとでもさ、実験台じゃん。実験台になっちゃう。作品 A みたいな。確かに。作品 A でさ、しかもそれがいいとこまで行けばいいけど、なんか20何歳までやったのに案外さ、チャンピオンにもなれずとかだったら、作品 A 失敗みたいになっちゃう。そしたらその後の人生どうしたらいい。サラちゃんに絶対これ言っちゃダメだよって言って内緒にしようって言ってたこと言っていい。何何怖い。ゆうたさんが前に最強の格闘マシンを作りたいって言ってた。それはもう言ったら絶対ダメだよって言ってた。だからそれって作品 A になっちゃう。アトムみたいな。え、でも実際問題、もしチャンピオンになれなかったらどうするのって言ってたとするじゃん。僕らのジュニアは正直めちゃめちゃ約束された未来があると思うのよ。でもその後の幸せの人生生きれるか分かんないし。だってもうお金はもう変な資産とかはめちゃくちゃあるわけじゃん。いや怪我もさして、苦労しないじゃん。顔もボコボコになったら変形して、せっかく顔も
んだん体が傷んでくるわけで、どう責任取ってくれるのか。確かに。だから自分でやりたいって思ったわけじゃん、小学校で久保ちゃんは、はい、だからまだいいけど、うん、やっぱ親がやらせるのってすごい責任重大だと思う。なるほどね。だからみんなさ、親がやらせた人って途中でやっぱりやらされてた、すごい辛かったって言うじゃん。なるほど、深いな、サラちゃん。そこサラちゃんはさ、ちっちゃい頃めちゃめちゃ習い事たくさん、なんか毎日違ったわけでしょ。水泳、ピアノで家庭教師勉強、ちょっとさやらなくなったら、うん、やめさせられるから、うん、そこで中途半端っていう癖がつくんだよ。その習い事をすぐやめちゃう、あくまでも自分の選択がなかったから、自分がやりたいって思うものがなかったから、そもそもやりたいって思わなくても向こうから提案してくるから。やっぱりジュニアがやりたいって言ったことをやらせてあげたらいいってことか。でもそこも失敗したらダメだよ。なんかパンチとかどうやってやるのとか言ってきたらさ、もう100教えそうじゃん。そしたらもうその時点で多分もう心折れて、もう二度と聞かないよ。パンチとかさ、そう聞かれたらそれはさ答えたら、一旦だからこれでいいんだって、パンチは悪いやつを倒せるんだよとかさ、ふざけて最初は入ればさ、僕だったらちょっと教えちゃうと思う。だからパンチはまず拳からなんちゃうみたいな。でパンチは勢いではないと思うみたいな。これチクタれてね、車に例えるとそこでもう車も嫌いになっちゃったりして。そうだね、ちょっと難しい、もうやめたってなっちゃう、そこで折れちゃうってこと。難しい。でそこでさ、例え話した方が分かりやすい。さっきなんで聞いてきたのにとか言うじゃん。そしたらもっともうじゃあ聞かないよみたいなトラウマになって。なるほどね、難しい。小さい頃ってさ、自分でこれやりたいってなかなか難しいじゃない。ある程度さ、先導してあげるというか、こんなのもあるよみたいな、誘導みたいな、誘導みたいな、それはすごいいいと思ってて、例えば僕なんか英語とかさ喋れたらよかったなって、まあ、今からでも遅くないんだろうけど、子供の頃から触れてたらよかったなとかって。確かに、サラちゃんの英語の発音とかさ、英語喋ってんの見て羨ましいって思う。あと歌ね、歌はさ、だってさ別にプロになんなくてもさ、上手い方が絶対モテるしさ。男の人は特に上手い、上手いというかイケメンに見えるし。そうだよ、めっちゃモテるよ。なんでだろうね。なんかちょっとそういう女の子と遊ぶ時とかね、そういうのがあれば。歌上手いとなんか顔まで変わっちゃって、本当にボイトレ行こうかって思ってたもん。でもちょっとなんか先生の前でちょっとこの下手っぴな歌を披露するの恥ずかしくて。上手かったらモテるよ。その2つだな、英語と。英語も持ってますもん、うん、違う言語喋れたりすると。いやー、なんか英語だったらもう海外遠征とかさ、試合する時とかさ、英語あったら便利かなとそっち。だから、はい、押し付けは、押し付けは良くないってことね。やめて、自分からやりたいって言い出したことをやってもらうのが一番いいかもね。分かった。でもね、いやー、そういう風にするよ。久保反省、久保反省した。すげえ落ち込んでるじゃん。だってそれってなんか自分を抑えれなきゃいけないのってその親だと思うんだけど、だってサラだってさ、わがまま言ってさ、こんな子にしたい、こんな子にしたいっていろいろさ押し付けまくったら、サラだってなれるんだよ、そういう人に。でもやっぱ気をつけないといけないよ、その自分が嫌だったからやめようって。だから自分がやりたく、やられて嫌だったんだよ多分。だから気をつけようって。だからね、分かった、君たちの言いたいことは分かったよ。くつまりこういうことだ。サラクボジュニアに対して、人生の先生になるんじゃなくて、人生のパイセンになれってことでしょ。そういうことでしょ。分かった。押し付けず、こう相談が来たらこうアドバイスをかましてやると、頼りになるパイセンに。一番好かれそうだね。嫌われなさそうだね。明らかに声のトーンが落ちてる。落ち込んだか。落ち込んだ。思い通りにならない。そうだな。あった。じゃあそんな感じで、みんなもサラゴジュニアがどんな子になるのか、のびのび、そう、楽しみにしててくださいよ。はい。ではまたね。バイバイ。テンション低くない？バイバイ。